Hi guys, nice to see you again. I'm Kenji. I don't know if you remember me. I'm from Colombia. So yeah, we're here now. Jiro. Yeah. And yes, we're gonna eat ramen, but there's a huge line. Yeah. Even inside of the restaurant, so yeah. We're waiting for it. Have you ever tried like Jiro's Thai ramen before? No. I heard about it, but yeah. I never tried before. Yeah. A friend of mine actually told me, and yeah. I went to the store, but it was closed that day, so I couldn't eat it. But yeah. It's really famous. Yeah, it's pretty yeah. famous. Mm-hmm. Ken wa are desho? Oya ga nani? Ha ha というか、oya ga Colombia jin de, Nihon jin to no ha ku.そう、あの、うん、お父さんが日本人で、うんうん、お母さんがコロンビア人、はいはいはい、そうで今日本には結構もう何年ぐらいだっけ、いやもう1年経ったばっかりっていう感じで、まだそう、まああんまり経ってない、はい、前にも何回か住みに来たことはあったけど、うんうんうん、今回は1年ちょっとかなってどうですか、日本とコロンビアの違い、カルチャーディファレンスはたくさんありますけど、ね、もう南米だとあの男性と女性の間の中でも、なんだろう、友達でもすごく、まあ、イチャイチャって、すごく愛情的、まあ、ハグとかしたりね、友達とハグしたりちょっときつい、まあ、挨拶もキスから始まって、ね、でダンスにも行くしも、うん、あの普通にそれがあるから、うん、自分としてはそれが普通で、少しでもそういった扱い方をすると、うん、ちょっとチャラいみたいな、うん、ちょっとチャラいって思われたりやっぱり勘違いされたりして、あ、ね、まあでも逆に外国人はいいかもしれない、外国人が例えば、ね、外国人が日本の女性にやるにはいいけど、俺が例えば普通に女性にへいとかつってハグしたりしたら何このチームってなっちゃうから、あ、そうそうまあ外国人だからいいかって感じにもなるし、時には女性も外国人からはそれを求めている感じがするから、うん、ラーメンは好き、ラーメンは大好きだけど、うん、なんだろう、よっぽど良くないと感動しないって感じ、うん、あのまあまあまあ、まあ、外国だとみんなラーメンが食べたくて、あんまり美味しくないやつでも美味しい美味しいって言うけど、そうです、日本に着くとやっぱり美味しさはいろんなところによって全然違うし、ね、種類が違うし、うん、種類も全然違うから、でもまあラーメン大好き、入れますか、美味しそう、美味しそう、すごい美味しそう、でも暑いし、すごい、ニンニクが感じられる、ニンニクがすごいね、うまい、お父さんが食べたら絶対嬉しがると思う、誰、お父さん、お父さん好きなの、お父さん日本食とは大好きだけど、特にラーメン、まあ麺、あ、そうなの、麺類は大好きで、ね、だいぶ減ってきたけど大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、立つと感じる、はいはいはい、立つとね、そう、今座ってるからね、そうそうそう、フィニートに近づいてきたね、うん、俺もきたね、完食、美味しい、美味しかった、美味しかった、すごい美味しかった、うん、味もそうだね、肉も肉厚でね、食べ応えあるし、うん、本当ですか、うん、あとなんだろう、油が、うんうん、まああるのはあるのに、うん、なんかあんまり濃くない、そんなにオイリーじゃないんだ、そう、なんか、うん、すごいな、これにご飯をなるほどね、食べられそう、それを、あー、それ面白いかもしれない、でも、まあまあ、私食べ過ぎちゃったよね、そうそう、ごちそうさまで、